指揮官様のためなら。凍りなさい。この程度じゃ足りない。もっと終わりだ。もっとだ。やりましたね。指揮官様の。この程度じゃ足りない。力を貸して。もっと、もっとだ。
夫だ。まとめてかかってきな。消し去られる定めなり。レジェントカシウス、よく来たな。では早速だが、特殊部分について話をしよう。この程度じゃ足りない。力を貸して。方針のために切磋琢磨が敗北したことは知っているな。耳にはしているが、疑わしいと思っていた。通常ありえないことだからな。だが事実だ。そして反目の経路には不満のまま、原因不明のままでは次の戦いでも敗北の可能性が残されてしまう。ミスクの道をしなければならない。遊びはここまでだ。すぐにでも、切磋琢磨のエリンが記録された戦闘データを研究する必要がある。チェックメイト。つまり、回収が俺の任務か。ノーイン。先方審査。ああ、これをノイン。了解した。エージェントカシウス、フォッシルやレリック、今日もうゼタ、そう一瞬で終わる。ゼタ、あの人一体何者なんだ？そう、でもまさか。そのまさかだ。この方は第ゼロ拠点の研究者や開発者、科学者をまとめる最高責任者、アラン・ドゥーズ殿だ。じゃあこの人がトップなのか？トップか。確かにそうかもしれないが、俺は君たちよりもただ長くこの組織にいるだけだ。こんな死に損ないに萎縮する必要はない。言っておくが、真に受けて妙な口を聞くなよ、感触玉。この方は多くの偉業を成し遂げてきたのだからな。偉業？一体何してきたんだ？組織の武器や道具の大抵はアラン・ドゥーズの発明だ。
この伝説機も例外ではない。それに以前の事件でゼタにつけられた監視装置を開発したとも聞いている。左手を出せ、ゼタ。何これ？監視装置だ。グローノス紛失の関係者はこれから居場所と行動を監視される。この人が、あれを。それに、かつてグルザレッザが盗み出した星晶獣を制御する装置をも作り上げたそうだ。星晶獣を制御する装置？そうだ、怯えろ。貴様らはそちら側だ。なんだよそれ。これは星晶獣を制御する能力を持つ組織が作り上げた制御装置よ。あっ、アウンとかいう星晶獣を操ってたあれだ。最近では完全自立型の魔導人形の開発にも成功したようだ。完全自立型って命令しなくても勝手に動くってこと？とんでもないわね。それだけではない。まだあるのか？アラン・ドゥーズは現在の組織の形を作った創始者の一人だ。創始者？めちゃくちゃ偉い人じゃないか。じいちゃんにしか見えないのに。おい、感触玉、言ったそばからなんて口を聞くんだ。申し訳ありません。私の教え子が飛んだご無礼を。じいちゃんか、孫でもできた気分だな。別に何と呼ぼうが構わん。さっきも言ったが、俺に萎縮する必要など全くない。俺はただ少しだけ人よりも自分の好きなことをしてきただけだ。私の修行の前に膝立ってください。重鎮や創始者などもてはやされるが、蓋を開けてみれば俺はただの机にかじりついているだけの老人だ。だからつまらぬことで萎縮するな。肩の力を抜いてくれ。